This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンブンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府は望まない妊娠を防ぐためにコンドームの無料配布を実施しています。農業省はタイのコーヒー豆に価値を付加するマーケティングを進めています。タイ国際航空の今年の収益は1300億バーツ以上の見通しです。寺院にフォーカスした観光プログラムが開始されています。それではまず初めのニュースです。政府は望まない妊娠を防ぐためコンドームの無料配布を実施しています。政府は国民の健康問題、特に性感染症や望まない妊娠の問題について懸念しています。そこで国民健康保険制度の30バーツゴールドカードの保持者にコンドームの無料配布サービスを追加し、性感染症などの予防を行っています。ゴールドカードは貧困層の生活の質を改善するために一定の条件を満たした人に配られている福祉カードです。今回ゴールドカード保持者を対象にラブバンク、ラブセーフと題したキャンペーンが実施されています。このキャンペーンは、生殖年齢に達している人へ無料でコンドームを配布するサービスです。1人年間52回、週に10回を超えない範囲で、現在国民健康保険、またはゴールドカードの権利を持つ人に適用されています。保険証では今後、社会保障証や公務員福祉などの権利を持つ人へも、コンドームの無料配布を広げるか検討しています。コンドームを無料で入手する方法は、コンドームの自動販売機で ID カードを読み取り、規約を読み、承認、そしてポップアップで表示される QR コードを読み込めば受け取れるようになっています。自動販売機の使用に関して、例えば情報の入力はできたものの、コンドームが出てこないなど、不具合がある場合、電話番号02-009-0500番へ問い合わせができます。自動販売機の設置場所はチョンブリー県レムバリハイブリッジ、チョンブリー県パテヤ市立病院、バンコクとタープラチャンのタマサード大学、ノンタブリー県中央郡トンサック市場、サラブリー県スックアナン公園、ランシット大学薬学部、セントラルフェスティバルパタヤとなっています。今後設置場所は増やしていく予定です。次のニュースです。農業省はタイのコーヒー豆に価値を付加するマーケティングを進めています。農業による付加価値を高めるためにコーヒー豆のベストセレクションを選び、マーケティングの機会を拡大しています。農業農業協同組合省は商務省海外貿易促進局や国際コーヒー機関など官民を問わず多くの機関と協力し、タイコーヒーの認知度を高め、国内外に向け広報活動を展開しています。プミポン前国王陛下とシリキッド王太后陛下による王室プロジェクトの取り組みを継承し、前国王陛下の慈悲に感謝する気持ちを忘れないよう活動が行われています。ベストタイコーヒーコンテストを開催し、卓越した独自の味を持つタイ産コーヒーを発掘しています。そして森林を保護し、高地の農家がコーヒーを栽培して収入を得られるように促していきます。
また国際的に知られるようなタイコーヒーの長所をアピールすることもタイの PR 活動の一環となっています。農業省はコーヒービジネスに携わる人たちのスキルアップや農家の知識向上にも努めています。製品の品質開発、タイコーヒーの価値向上を行っています。コンテストでは全国から最高のアラビカコーヒー豆とロブスタが選ばれています。2022年のベストタイコーヒーコンテストから生まれたコーヒーの総額は130万バーツ以上に相当するものとなっています。農業省は2023年はコーヒーアライアンスネットワークと協力し、持続可能な生産をコンセプトとしたベストタイコーヒーコンテストを開催し、タイでアラビカとロブスターのコーヒーを生産する農家を刺激しています。コンテストはコーヒー栽培農家に高品質のコーヒーを生産する重要性を認識させるための活動でもあり、タイコーヒーのアイデンティティを表しています。農業省は2023年6月10日までコンテストへの参加者を募集しています。コンテストは4つの加工工程、5つのカテゴリーからなっています。農業省はこのコンテストは各部門の上位5人を表彰する予定です。今年8月にモスクワで開催される農業祭、12月にドイツ・ベルリンで開催されるグリーンウィークのイベントで入賞者たちのコーヒーを持ち込んで宣伝し、来場者に試飲してもらうとしています。この活動はタイのコーヒーを世界の舞台に広めるものと期待されています。次のニュースです。タイ国際航空の今年の収益は1300億バーツ以上の見通しです。タイを代表するエアラインであるタイ国際航空は今年収益が少なくとも1300億バーツに上る見通しです。タイ国際航空社のチャイ CEO は先月、新型コロナの感染拡大の影響で2020年に経営破綻したタイ国際航空は事業再生計画を実行中だが、経営再建が予定通りに2025年には完了する見通しだと説明しました。また今年1月から3月の第一四半期の収益が前年同期比で 271.2% 増の415億バーツ、利益が125億バーツに上ったと明らかにしました。新型コロナの感染状況改善に伴う旅客便の増加が最大の要因だとしています。今年第二四半期についても前年同期の2倍以上の収益、利益を見込んでいます。一方、直行便の廃止で明洪村の観光に打撃が懸念されています。タイの格安航空会社ノックエアが4月にバンコクと北部明洪村圏を結ぶ直行便の運航を停止しました。明洪村圏に乗り入れていたのはノックエアのみでしたが、赤字続きのため路線の廃止を決めたものです。これによって明洪村圏を観光するには陸路を使うしかなくなり、同県の観光業が少なからず影響を受ける見通しとなっています。タイ政府観光庁の明洪村支部によりますと、明洪村商工会議所がタイ政府観光庁と協議してバンコクエアウェイズに明洪村圏への乗り入れを申し入れる予定です。明洪村圏にはチェンマイ県から車で6時間ほどかかりますが、空路ではチェンマイから約50分、バンコクから約2時間となっています。次のニュースです。寺院にフォーカスした観光プログラムが開始されています。ワンダフルタイテンプルプログラムは、寺院の観光、学習拠点としての魅力を高め、歴史的、宗教的、文化的な観光地へと発展させる観光プログラムです。可能性を秘めたタイ各地の寺院の情報を集めたこのプログラムは、タイのソフトパワーを利用してタイ経済の付加価値を生み出し、地域社会に持続的な収益をもたらす取り組みの一環として実施されています。宗教局はタイの寺院やその他の宗教施設に関する情報を集めたワンダフルタイテンプルプログラムの実施を発表しました。全76都県の文化省の地方事務所に各地域にある寺院3カ所から5カ所の評価を依頼しています。この評価は寺院の建築、彫刻、仏像、
僧侶の行動など基準を考慮して行われています。また文化、生活様式、地域のアイデンティティを学ぶ場としての寺院の役割も考慮されています。観光面では美しさ、清潔さ、利便性、独自性、観光客を楽しませる力、社会的、経済的価値などを評価しています。寺院の写真とその歴史に関する情報なども提出してもらいます。これらの情報は作業委員会により厳重に審査されます。これらの情報とプロセスを経て寺院の情報資料が完成します。これらは宗教、芸術、文化の各分野における取り組みに貢献するものです。タイはソフトパワーを活用し寺院を観光地として発展させ、寺院周辺のコミュニティを持続的に強化することで経済の付加価値を高めようとしています。このプログラムは宗教的な観光ルートを紹介するプロジェクト、パラボウォンコミュニティプロジェクト、カルチャープロジェクトオブタイランド、 4ET コミュニティ観光計画など他の事業との相乗効果も期待されています。宗教局は寺院が歴史、宗教、文化観光の拠点となり、地域社会や観光客の需要と調和した運営を行うことができるよう、寺院の潜在力を高めていきたいと考えています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Includes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.